どうも西田渡です。本日なんですけれども、こちらじゃーんと今これは GR3 ですけれども、僕の GR の使い方っていうところで2023年度バージョンをお話ししようかなと思っております。と言いますのも、最近 GR 流行ってますよね。またもう一回復活してる感じが、 SNS 周りを通じてっていう感じなんですかね。まあ世の中的には、僕もあんまり、まあ、YouTuber 的なとこもあるんで、 YouTube で SNS 界隈で流行ってるっていうところでのニュアンスっていうところで今日はお話をしてるんですが、本当に流行ってるかどうかは分かんないです。ですが、まあ僕自身もね、まあ GR、 この GR3 に関しての動画もそうですけども、 GR だけでも、まあ、4年ぐらい YouTube やってまして、10本ぐらいはもう多分出してると思うんですよね。でその中で、まあやはり流行りと言いますか、 GR3 がこれ出たのも多分ね、コロナ前のリアル開催での CP プラスとかでも GR3 ってもうブースがあったので、もう5年ぐらい前だと思うんですよね、出たこと自体はね。って中で、まあ変わってないわけですよ、スペックアップデートとかはされてますけどもね。ですが変わってない中でも、まあずっと時々流行るって感じで常に安定しているっていうね。やはりこれはなぜかというと、僕はこれね、 GR に関しては和製ライカっていうふうに呼んでるんですけども、発売は1996年、これね、ほとんど僕の写真家人生と一緒なんですよ。とはいえ僕が始めたのは1998年なので、僕が写真を始めた2年後に発売されました GR1 かな。 GR1 はもちろん速攻買いました。で、買ってどれぐらい乗りついたか、 GR1S ぐらいまで買って1回離れて、デジカメに関してはね、APS-C の GR で復活したって感じです。初代の GR1、 GR デジタルかでも買ったんですけども、やはり 2.3 分の 1 CMOS センサー CCD だったかな当時は。で CCD がね、やっぱり、まあ、5D シリーズとかと比べると圧倒的にやっぱり解像感も足りず、昔はね GR の時っていうのはあくまで 35mm のフィルムが入ったので、例えばキャノンの 1V で撮ろうが GR で撮ろうが、もちろんレンズの違いはあれども、劇的な、その、なんていうのかな、写り、要はファイルフォーマットといいますか、センサーサイズ的なところでのフィルムサイズが一緒だったので、劇的な差がなかったわけですよね。そういった時に GR やっぱすごいなっていうところで、一番愛用していた、コンパクトカメラが GR だったわけですけれども、まあそういった中で、まあ GR デジタルに関しては明らかにフルサイズと 2.3 分の 1CCD だと明らかに差があったのでね、使っていなかった。そして、初代 APS-C になった GR の時に APS-C になって使ってみたら、あ、このパフォーマンスだったら、まあもちろん、フルサイズよりかは落ちるけれども、使いようによっては使えるなっていうところが来たので、場合によってはね、あの受託撮影での、まあ、ちょっとスポットでサブカットの時にわざとコンデジで使って撮ったりとか、そういったことをするようになったのが GR の APS-C っていうところなんですよね。で、まあもちろん皆さんもね、まあこれだけ今もそうですが GR3 とかになりますと、素晴らしい APS-C センサーにマッチングされたレンズですよね。 GR レンズっていうのはもう昔からその GR1 が出た時からね、フィルム時代から優秀で、周辺光量値はするんですが、当時ねやはりの芯の残る解像感、色のりとかは素晴らしいっていうのに定評があったのが GR で、まあ20数年を経ても未だにその人気があるっていうのは、その当初言った1996年の発売の GR1 から今のこのね GR3 まで28年かなにわたって脈々と受け継がれてきている中でも、ほとんどデザインが変わってないんですよね。要はこちらの世界です。1964年ぐらいに発売されたライカの M3 以降、 M11 になる今まで、ほとんど、まあもちろんデジカメで背面液晶はつきましたけれども、ほとんど、形が変わっていない M 型のライカのように、 GR 自体もこれを見た瞬間に、このボディを見た瞬間に GR で分かると。まあもちろんここにも書いてますけれども、まあこれね、ポップアップ式のストロボがねなくなったので、 GR2 と3とかでは、それこそ差がね分かるようになりました。ちょっと短くなりましたかね、 GR1-2 よりもね、 APS-C ので、1と2、 GR の初代、GR の2とかになりますと、ほとんど見分けつかないですっていうぐらい、 M 型のライカとかとも似てるんですよね。理念とかがとにかく速射に適応するっていうところ、起動させて押せば映るっていう、この速さですよね。これが 0.、 もう多分一番他のカメラの中でも早いんじゃないですかね。まあスマホよりも絶対早い、立ち上げて撮るまではね。最高のスナップシューターとして認知されていると。で僕も散々ね、写りとか作例とかに関しては今までの動画で西田渡の僕のチャンネルで GR って入れたらある程度出てくると思うので、そちらでも上げているんですけれども、最近の流行りはね、もうより究極のスナップシューターとして使ってまして、僕が最近ハマっているマニュアルフォーカスで、これですよ、この置きピンのパンフォーカス、ゾーンフォーカスみたいな形です。 F16 に絞り込んで、
無限大のところに合わせて、そこの F16 のところを無限大に合わせて押せば、1.2 メーターから、無限大まで全部ピントが合っていると。これが同じくこちら GR でも可能ってことですよね。要はここの背面を、こちらの部分かな、ここ緑のバーが出ているの分かりますかね。分かりますよね。これを今距離計出てると思うんですけれども、100分の1 F14 ぐらいに絞り込むわけですよ。これがだいたい映るんです、のスーパーエースと同じ、露出、スーパーエースの映るんです、のスーパーエースは100分の1、140分の1だったかな、多分確か100分の1ぐらいのはずなんですよね。140分の1かで、F14 なんですよ。で ISO 400のフィルムで、これに関してはもちろんですが ISO はオートにしておくっていう次第ですね。 ISO オートにしておくと、それによってあと押すだけっていう。でさらに言うと GR の2とか初代になりますと、ここにポップアップのストロボがあるので、そのままストロボを強制発光させてしまえば、暗いところではそのまま強制発光のストロボで絵を生成していくっていうことが可能になったりするので、僕のこの撮り方に関しては実はね GR の初代とか2の方が合ってはいるんですけども、とはいえ室内でもかなり高感度強いので、今のような形で F14 まで絞り込んで、ここね右にバー出てますよね、こちらにバー出てますよね。これが、こういった形で、無限大から約30センチぐらいまでピントが合うわけですよ。こうするとね、これが非常に有用性が高くてですね、でここにここの上を押しますとマクロ補正になりまして、こういった形でバーッとやりますと、はい、こんな形で今調整したんですけれども、マニュアルのフォーカスをね、無限大から約30センチ近くまで、50センチぐらいまではピントが合うってことになるので、もうなので今までは多分皆さんの GR の使い方だとオートフォーカス、これ頼ってますよね。パッてやって欲しいとこタッチしてとかで撮っていると思うんですけども、これをこのまんま立ち上げて、ここの画面に映ってるところを撮りたいものをこの中にと押すだけ、これ究極のスナップシューターなんですよね。その代わり100分の1 F14 ぐらいまで絞り込んでおけば、 APS-C なので先ほど申し上げた40センチぐらいから無限大までもう全部ピントが合ってるんですよ。その代わり解像度はカリッカリではないです。そのカリッカリではなさプラスアルファ ISO 高感度、 ISO も高感度になりますので、ノイズが乗ってくる、そして、カリッカリではない、これが逆に言うとまるでフィルムで撮ったかのようなね描写にすることができるっていうね、こういった面白さもあるんですよね。これが逆に言うと最近流行っているフィルムライクな表現ってありますよね。カビてるか曇ってるか分かんない安いオールドレンズかなんかを買って、富士とかにくっつけて撮ると、でなんかボワッとした表現でフィルムライクっていうような感じの表現とか意外と流行ってますよね。なのでオールドレンズが流行ってるのはフレアゴーストが出たり、そしてなんか遮がかかってて多分曇ったりカビてると思うんですけど、そのレンズがね安いもの買って多分オーバーホールもかけてないまま使ってっていう理屈だと僕はほとんど思ってるんですけど、オールドレンズかコントロールね自分では怖くてできないので、修理に出すだけね、逆に言うとそこまでしてオールドレンズ買ってる方がいるかどうかっていうのはちょっと僕の中で怪しいっていうところもあって、だったらその表現をいっそのこと今僕が申し上げた撮り方100分の1 F14 に絞り込んでマニュアルフォーカスにして、そこでピントのゾーンのところを調整して今のような形で、あとは立ち上げて押し込むだけっていう風にすれば、オートフォーカスは GR って賢くないんですよ、ぶっちゃけ。速度も遅いし正確性もないと。だったらいっそのこと APS-C のなるべくパンフォーカスが作りやすい CMOS センサーが小さい APS-C を利用してなるべくパンフォーカスを作って押すだけにしちゃうっていう。なので今僕は F14 にしてますけれども、これを逆に F11 とかで100分の1ぐらいとか125分の1でもいいですけども、それぐらいにして撮っちゃうっていう。あとは場合によっては何かちょっとしたコンパクトなストロボを持っておけば、ここにストロボつけて強制発光させて暗いところではそのまま撮っちゃうとかね、 ISO を例えばですが1600とか2000ぐらいにしてそのままストロボ入れて撮っちゃうとか、こういった手法もあったりしますので、ぜひともね、GR をお持ちで、GR をまずは使ってみて、オートでほとんど撮って、今GR いいよねって言ってる方はぜひとも今僕が言ったこの手法ですね、もうゾーンフォーカスでマニュアルに設定して、これをねマニュアルに設定できますから、フォーカスをそれで、そのゾーンなるべく絞り込んで広くピントが合う面を取っておいて、あとは押すだけにしてしまうっていう、まあ、もちろんこれねフルプレススナップっていうモードとかもあって、それを3メーターにするか2メーターにするか5メーターにするかみたいなところでも、そういったモードもあったりはするんですけれども、それよりかはね今僕が申し上げた完全マニュアルフォーカスにして、いっそのこと F10 とか F14 まで絞り込んじゃって押すだけっていう、これがめちゃくちゃこの GR を使う上ではまた違う世界に
写真表現をね導いてくれると思うんですよね。200-230g の筐体でここまで本当に映るんですとか、フィルムで撮ったかのような表現ができるカメラっていうのも僕もいろいろ実験しまして、 SIGMA FPL、 こちらのライカ M11、 そして GR、 そしてキヤノンの R6 Mark II などでいろいろと同じ条件で撮ってみて、マニュアルフォーカスでゾーンフォーカスに置いて、そしてただ押すだけでバーッと撮って、同じフィルムライクなプリセットを組んでいるので、それを全部当ててみた結果、皆様に聞いてみたんですよ。別の動画でね、こちらの僕のメインチャンネルの別の動画で、どれが一番フィルムっぽい雰囲気に見えましたかって言った時に、こちら GR3 で撮った、そしてローデータをプリセット当ててね、撮ったデータが一番フィルムっぽい雰囲気出てましたっていうことで、なので今僕はもし皆さんね GR3 面白いと思って撮っていらっしゃる方、お持ちの方いらっしゃいましたら、今僕が言った撮り方していただくとね、また違う世界が、この GR ってそんなに懐の広いカメラだったんだっていうね、新たな表現が手に入ると思いますので、ぜひとも参考にして撮影してみていただけたらと思ってる次第でございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。